皆さんこんにちは、ギタリストの吉住和弘です。今日はですね、ちょっと前代未聞の動画をね、撮ろうかなと思っておりますね。はい、まあ何が前代未聞かと言いますとですね、まあ悪いギターの弾き方を紹介しようということなんですけども、普通はいいね弾き方を紹介するわけですけども、まあ一度の悪い弾き方を通ればですね、あとはもういい方にしか行きませんから、しっかり悪い弾き方をね、皆さんご理解いただいて、ギターが上手になるね、なんか一助になればなと思って、今回ちょっとね、ビデオを回したいと思います。はい。ではですね、まあ、悪いギターの弾き方なんですけども、まあ、このところずっと動画でね、ギターの上達ができない人たちっていうのは、まあ、大体の猫背になってしまってる。まあ、そこがギター上達のね、ギターが上達しないですね。原因ですよというふうにずっと、まあ、その、まあ、意味においてずっと動画を作ってるわけなんですけども、じゃあそもそもね、その猫背ってどういう認識なんですか、どういう状態なんですかって、まあね、 YouTube よく見られる若い方はやっぱりわからないと思うんですよね。でまあ私ね、ずっと高齢者の生徒さんも、もうずっと十何年教えてますので、まあ人の体というか姿勢が行き着く先どういう風になるのかっていうのはね、やっぱある程度ちょっとやっぱりもうね見てきちゃったっていうのがあるんですよね。はい。でまあそこを考えですね、やはりまあ自分の人生もそうですし、皆さんね、まあ一応ギターという楽器を介してつながってる、まあ仲間と思えばですね、やはりギター人生長くなってほしいですし、まあやはりギターを弾くことで、まあ QOL って言いますけどもね、まあ人生というか、まあ、健康寿命をね、伸ばしていただければって本当にやはり思うわけなんですよね。ですので、まあ、ここで、まあ、今回お話しするのはそういったまあ、ギターでね姿勢が悪くならないで、まあ、もちろんその上達へ向けて、最初とことん悪い姿勢をちょっと定義してやろうという、ね、意図でこれからお話をしたいと思います。はい。ではですね、最初に、どこからお話ししようかなと思うんですけど、まあ、とりあえず普通にね、ネットで出てる、ちょっと、先ほど調べたんですけども、この猫背の定義ですね。はい。こうね、こうだったですね、確かね。こう顔が前に出ていますね。で、首が伸びちゃってる。で、そのままこう、背中がこうぐーっと倒れて丸くなると。まあ、これが猫背ですというような定義で書いてありました。はい。これ皆さんたまたまもうね、カメラで写ってるからお分かりになると思うんですけど、猫背になるとね、写真写り悪いですね。カメラに顔が近くなるので、顔が大きく写ってしまいます。これ絶対写真写り良くないですから、やはりギターのね、上達だけじゃなくて、やはり、まあ写真写りも考えると、猫背はなんとか直したいなと思いますよね。はい。で、まあ、もちろん、撮影中はちょっと顔を上げましてね、背中が丸くならないようにこれからお話ししますけども、まあ、今日はそういうふうに、悪い姿勢をとことん考えるということでございます。はい。でですね、ネットでもそんなような解釈なんですけど、やはりちょっとね、僕は全身をちょっとお話ししたいですね。はい。まずは下半身からいきましょうかね。はい。下半身、ちょうど今クラシックギターだとね、ギターをこの膝の上に置いて構えてるということなんですけども、ちょっとね、ギターを動かしますね。まあ、ギターを乗せるこの、両足両膝なんですけども、猫背になってしまうとですね、どこに問題が起きるかというと、特にこの股関節の、鼠径部のあたりですね、ここがね緩んでしまうんですね。はい。今ね、私の姿勢これ緩んでないんですよ。ですので、こう上からこう叩いた時に、そのままこの膝のね直下にあります、頸骨って言ったかなっていう骨に ずーんとこう衝撃が降りて、そのまま足裏ちょうど、どこですか、土踏まずのあたり抜けていくとい こう感覚があるんですね。はい。で、これがね、猫背が強烈に入ってきますと何になるかというと、ここの、この股関節のね、この締めというか捉えというかね、これは緩んじゃうんですね。そうすると、まあ、単純にこうぐにゃーっとこうなるんですよ。ガニ股というか、股をぴらげちゃうね、感じになるわけですよ。で、こうなるとですね、どうなるかというと、骨盤が倒れます。椅子に座ってるこの骨盤が倒れます。ね、そうなれば、骨盤が倒れてしまうと、もう、腰からも猫背になってますから、いくら例えばこの辺ね、その先ほどの、こう、顔を上げますとか、背中良くしますといったところで、もう拷問です。非常にしんどいです。この骨盤がこう倒れ、後ろに倒れてますけどね、
骨盤が倒れた状態で背筋を良くするっても非常にしんどいことになります。そもそも改善できません、猫背が。はい、ですのでどうするかと言いましたら、この、ね股関節のところですね、少しこう締めますね。でちょうど今ねカメラで私の足元見えないので、少しちょっとこう手でね、これが手だと、手なんですけど、これが足だと思ってください、ね、ちゃんと姿勢が取れてれば足がこのように揃ってる感じになりますね。足の指が前方に行って、かかとが後方に行くと、ね実際足だとすれば、このかかとの延長線上にこの辺に椅子があるというふうなことになるわけなんですけども、これが、股関節がね、トライがなくなってくると、ぎゅーっとこんな感じで開いてしまうわけです。ね。で、これをこういうふうな感じで締めたわけですね。もう一回やりますね。ぐにゃっとこうし、だらしなくなってくるのを、こういうふうに締めていたわけです。よろしいでしょうか。ね、今ちょっとまだ私少し、だらしなくこう足が少しこのぐらい開いたような状態なので、若干骨盤の後ろの方にこう傾斜しています。これをこういうふうにね、かかとの位置をぐーっとこう少し股関節そのものをこういうふうに内側にこう、ねじっていくような感じで言いますけど、そうするとかかとが自然とこう後ろ側というか椅子側の方にピッと向きますので、そうなると先ほどのようなね、はい、ちゃんと膝の直下にこの脛骨が来まして、足の重量とでも言いますかね、これが骨格で支えているというような形になります。これだらしなくなっちゃいますとね、やっぱりどこか筋肉で支えることになりますし、この足の重さがね、その先ほどこう膝があってこう脛骨ってね、膝直下脛骨ってお話しましたけど、その外側に腓骨っていって細い骨があるんですよ。そっちの方にね、こう傾斜してこう荷重がかかってきますと、これ骨がだんだん変形していっちゃいますね。背中の曲がったね、おじいちゃんおばあちゃん見てると、大体このもう足の膝から下に変形があって、まあこの状態で今みたいなこういうことをしましょうと言っても、そもそもたぶんもうね、無理だと思うんですよね。はい。ですので、まあそうなってる方には申し訳ないんですけども、そうでないまだ若い方には、ぜひともそこはね、気をつけていただきたいと思いますね。股関節のトライが大事ですというお話です。まず大事ですね。はい。で、股関節が取られますと、トライができますと、骨盤がしっかり立ちます。若干ちょっとあれですね、この股関節、その鼠径部にちょっとこう、手を入れてみて、少しこう、挟むぐらいの、感覚はあってもいいかもしれませんね。しっかりですからこう締めていきますね。はい、まあ、かといって緊張してるというわけじゃないです。あくまでも姿勢を作って、いいところにこう収めてるということです。はい。で、そういうことができますとね、どうでしょうか。この、ちょうどこの膝の 真裏ですね。ここ膝関節の裏のところ。あとはこれもちょっとまたカメラで映ってませんけど、このかかとのあたりですね。これ足だとすれば、このかかとの関節、ここから足の裏にかけてですね、この辺に力みはないです。これを皆さん確認してください。この足の裏、あとこの膝関節の裏側ですね、ここ力みがあったらそれ絶対またどこか引っ張っていきますので、これは演奏中、練習中もですね、足の裏は常にリラックスして、床とちゃんと足の裏が馴染んでいる。で、この足の、膝ですね、膝がこう緊張してぐーっとこう足が上がってくるなんてことがないようにしてください。これはもうね、オーバーペースで練習してる証拠ですから、足の裏、この膝関節の裏ですね、ここに力みがこう引き付けがねないようにしてください。で、その上でこの股関節が、ちゃんと畳まれていって、骨盤が立っているというのが、ね下半身の、条件でございます。で、まあその悪い引き方でした、引き方姿勢でしたということですね。はい。ではですね、ちょっと今度は体幹部分になりますね。体幹のまず正面から見ていきましょうかね。お腹ですね、これ以前のビデオでもお話してますけど、これもね、緊張がすぐ反映する場所なんですよ。ここもですから練習中に、うっとこう、なんか力んだりするってことは絶対あってはいけないので、常に緩んでいるという感覚でいてください。ね、これがベースで、まあ、ひょっとしたら他の状況もあるかもしれませんけど、まあなぜ案外ね、知らず知らずに緊張が入っててですね、人の体っていうのは、案外この腹筋によく現れます。ですから、ここもよく練習中にこう観察をしていただいてね、
常にこう緩んでいてポーンと前に出すような感じでしていただければいいかなと思います。特にそのなんか変に作ってるというのではなくて、緩めておくという意味で、あのおねはがポーンと前に出てるというふうに思ってください。はい。で、もうちょっと上いきましょうかね。この、いつもレッスンのお話のこの水落ちなんですけども、これはあれですね、この上半身のですね、頭のてっぺんからこの腰のあたりまでの、一応ね重心位置なんだそうですね。でここはこの水落ちから若干胸のあたりだと思うんですけど、この辺が割とこう柔らかく動けるっていうのは非常に重要なんですけども、これの場合だと、落ちてくる、こんな感じですね。この水落ちがこう落ちてくると、もちろんこれ背中が後ろ回ってきてますよね。で顔がだんだん前に出てくるということで、先ほどねネットでありましたという、その顔が前に出て背中が曲がりますっていうのは、すなわちですね、ここの水落ちの陥没なんですよね。ここがぐーっと下がってくるということで、顔は前に出てしまいますし、背中は前に、背中は丸まってしまうということになってくるわけです。はい。で、そうするとね、お腹もね、だんだんこうへこんできますね。これが本当にひどくなってくると、こんな感じで。お腹もへこんできます。はい。で、後でちょっと詳しくお話ししますけど、この背中がこうぐーっと前に出て、丸まって、顔が前に出てしまいますとね、大抵これ肩のこの後ろにあります、この肩甲骨。これが、背中にこうペターッと張り付いたような感じで、だんだんこれ固着してきちゃうんですよ。ね、であとまあプラスこういうふうに本当にその背中がこう丸くなってくると、この肩の関節の可動域がこれだけ下がってしまいますので、あまりこうね上の方にこう腕を持ち上げるとかってことはしにくくなりますね。ですから腕そのものの可動域が非常に狭まってきます。はい。まあ、ということで、まあ、これもその悪い姿勢、ね、その猫背のまあ一番究極の場所なので、なぜここ改善しなきゃいけません。はい。ですので、この水落ちをぐーっと上げていきます。ね、なぜこれがスタートと言ってもいいかもしれませんね。ギターを弾く場合はね。はい。まあ、もちろん下半身も大事なんですけども、これでかなりいい姿勢になるんじゃないでしょうかね。水落ちを引き上げておくという一応意識を皆さん持っておいてください。その上でお腹がリラックスということですね。はい。でこの水落ちが上がっていきましてですね、だんだん本当にこの、体のリラックスみたいなものがだんだんこう全身にこう及んでいきますとね、不思議とねこう本当に顔も本当に自然に高い位置にきますし、あとこの鎖骨からこう肩に行くこのラインですね、ここもね、緊張が解けてくるんですよ。そうするとね、自然にこう肩が開いてくるような感じになります。はい、こんな感じになりますかね。そうすると、先ほどの状況と違って、肩甲骨が、背中 の上をですね、まあ背中の上っていうんですかね、背中をですね、割とこう自由に動かせるようになってきます。で、この、肩甲骨っていうのは、この腕と、この肩関節を介して接続していますので、肩甲骨が自由に動くということは、そのまま腕も自由にね、広範囲に動きますし、より自由な動きができるようになってくるということになってきますね。まあ、ということで、本当にこの水落ちの陥没というか、これはもう本当にね、避けなければいけないということで、こうしてください。で、この水落ちが上がってきますとね、今ちょっと一つ、肩ですと か顔の方にね、頭の方にそれが波及してくるというお話しましたけども、できればね、この後、この水落ちのね、上げてるだけじゃなくて、まあ、これがある意味一つちょっと重要なポイントとでもしましょうか。そしたらね、ここの水落ちはね、やっぱりいつもね、意識を持ってもらって、柔らかく動かせるようにしておいてほしいんですよね。例えば、上下ですとか、ね。これ以前のビデオですと逆式呼吸っていうところでお話ししたと思うんですけど、ね、この上下の動き、これがうまくこうね、全身にこう波及していきますと、背骨のこの骨盤との接続点に仙骨という、こう三角形のこう骨があるんですけど、ここまでね、連絡するっていうのがだんだん分かってくるようになります。はい。で、あとですね、この水落ちをずっといろいろ動かしてますとね、この水落ちを動かすと、まあ、ここに実際あばら骨っていうのがあって、それが後ろ背骨まで届くわけですけど、ちょうどこの、
この胸のね、このあばら骨の反対側ですね、の背骨のことをですね、なんか胸椎というらしいんですけども、ここを動かしてるとね、その背骨の胸椎が柔らかくなってくるんですよ。はい。で、この胸椎が柔らかくなってくると、何のメリットがあるかというと、先ほど言ったこのね、腕の付け根と言っていいんでしょうね、この、先ほど書いてるこの肩甲骨そのものがまた動かしやすくなってくるんですね。ですので、今言ったところまでですかね。はい。が大体まあ、その猫背で陥ってしまう体の状況と、まあ、その、どうやったら、まあ、改善するかというか、まあ、その猫背じゃなくなった場合はどうなるのか、まあ、でどういうメリットがあるのかというふうにちょっと今ね、解説をずっとさせていただいたわけなんですけども、どうでしょうかね、皆さん大体納得されましたでしょうかね、ご理解されましたでしょうか。はい、正直いいことだらけなんですよね、やっぱいい姿勢でギターを弾くっていうのはね。で、あと、まあ、音がいいっていうのもあるんじゃないでしょうかね。はい。昔のギターの先生方、本当に名を残したフランシスコ・タレガだとか、私の先生で言えばホセ・ルイス・ゴンザレス先生ですとか、本当にね、ギター弾く姿勢がね、良かったですね。はい。ね、なんか、まあ、日本も昔ね、戦前の教育だと、非常に食事の時のマナーなんかもうるさくてね、正座で背筋伸ばして食事しないと怒られてみたいなのがあったと思うんですけど、多分ね、スペイン人もおそらくそういう状況昔あったんじゃないでしょうかね、スペインの人たちもね。今はね、やはり昔ほど姿勢のいい状況でギターを弾く人、スペインでも少なくなりましたよね。はい。まあ、ですんでね、やはりちょっとそういったその姿勢から出てくるいい音っていうのはもうこう、近年ずっと聞けないでいるので、まあちょっとね、自分の中で非常に危機感があって、クラシックギター非常に世界中に広まって一般化していいことではあるんですけども、なんか私がね、憧れていた本当に好きなのスペインのギターの音っていうものがだんだんなくなりつつあるという、まあ、危機感からですね、今回ちょっとこういうビデオをね、作らせてもらいました。はい。まああともちろん皆さんのね、長年にわたってこうギターを弾いてもらった時に、ギターがね、ギターのせいでなんか腰が 痛くなったとか背中が曲がったみたいなことにならないようにね、やはりちょっとこういう情報は皆さんと共有したいなと思いまして、こんなビデオを作りました。はい。今日もちょっと長々喋りまして、ちょっとまとまりがなかなかなかったかもしれませんけども、はい、皆さんのね、ギター練習の一助になれば幸いでございます。はい。また、お会いしましょう。どうもありがとうございました。